有名メヌエットのおしゃれな弾き方について。皆さんこんにちは、3分レッスンの時間です。今日は超有名メヌエット、巷ではバッハのメヌエットとして知られているんですが、実はこのメヌエット、バッハがアンナマダレナのために作った曲集の中に入っている作曲者不明のメヌエットです。なのでね、厳密にはバッハのメヌエットではありません。これプレインベンションの20番にも取り上げられているんですが、フレージングが結構書かれちゃってるんですよ。ただね、これちょっと私の好みとも違うところが多々あったので、アナマダレナ州の方からオリジナル版で見てお届けしたいと思います。ではまず弾いてみましょう。さて、何を気をつけたいかっていうと、まず出だしと左手の掛け合いがちゃんとお互いを聞き合っているかどうか。そしてそれだけじゃないんです。バトンタッチしちゃうとね、残りの音がお隣になってしまいます。それは避けましょう。ちゃんと聞いてあげてください。ここも最初の出だしは左手が右手をサポートしてあげる。それこれも一瞬、ほんの一瞬だけ切ってあげるとレッソが入りやすくなります。バロック時代では小節をまたいでスラーをかける方法がよく使われます。ぜひ使ってみてください。はい、ここで2拍子になりますね。バロック時代よく使われます。3拍子のはずなのに1、2、タタタタタタがタタタタタタ、わざとずらしてあげましょう。わざとずらしを聞かせてあげることですごくおしゃれになります。の出だし2小節目、これ一緒にフレージングを合わせるのではなく、右手はスラースタッカーとスタッカーと、左手はスタッカーとスタッカーとスタッカーとのイメージでわざとずらしてあげると、これもおしゃれになります。その代わりここは一緒に消えることでまとまりを良くする。一瞬でおしゃれになるテクニック、いかがでしたでしょうか。なるほどと思ったらぜひいいねボタン押してください。インスタグラムの方にも短い動画やレッスン載せてます。ぜひフォローしてください。はるな.pianistです。チャンネル登録まだの方、ぜひこちらからお願いします。またね、通知がオンになってないとお知らせいかないので、お知らせ欲しい方はぜひ通知をオンにしておいてください。ではまた来週。チャオ。